同じ。一緒。チャオ、あっちゃんです。今、2時40分ぐらいかな。はい。5月1日のお昼の2時40分、2時37分です。サイカラーメンでお昼ご飯を食べてきました。はい。で、すごくね、暑かった。汗で、メイク取れたかな？大丈夫かな？まあいいやもん。はい。口紅取れたから、口紅だけ。塗り直しておきます。はい、ってことで、ニュアジング行きたいと思います。はい、途中100均寄っていこうかな、そうか帰りに寄ろうかな。帰りだと逆になるしなーってところでちょっと悩みながらスタートしたいと思います。はい。行きましょう。美味しかった？どう？美味しかった？安全運転に心がけましょう。力の味付けろ。野菜抜きの菜かなら天理飴はないよ。何をしてるんだこの人。ネギだけ良かった。ネギだけ良かった。ネギだけやったら全部食ってた。ネギ食べられるの？すごいね。子供ってネギあかんはずやねんけど。ネギはいけんねんけど野菜がダメらしい。白菜がダメらしい。白菜美味しいのに。天理ラーメンはね、白菜が、白菜とニラと豚肉やからね。ニラいける？ニラ美味しかったよ。うん、ということで、まあ、ちゃん汗だくになりました。ね、すごい道が混んでんのよ。何やろ。さっきこんな混んでなかったのに。まあいいや。似合わないけどね。いいです。トラックは似、トラックって大きな車は似合いません。はい。お茶と一緒に、なんかあのフリスクみたいなやつ、サイカでもらったやつ飲んじゃった。なんでこんな混んでんの？すごい混んでるよ。どこからこれ？え、海と混んでんのかな？混んでる？途中ちょっとね、違う道から行こうかな。危ないよ。エアコンを使いましょう。今日にしたらあかん。あれが窓閉めた。窓は開けてるから外から暑い風入ってくるからやんか。この車今日これしかないよ。調整前みたいに両方とかないの。温度は両方変えられるけど、うん、ここはしかない。お腹いっぱいだわ。久々にお店でラーメン食べて美味しかった。また変わってんの？一番ローになってるよ。こうやって下げたらいい。おしっこしたから上司に手洗い借りよう。マックスにちゃんといて。所轄刑務線です。しかもバックミラー見えへん。
持っとる？うん。ちょっと入れて、ちょっと手洗い行ってきます。鍵ついてるから暑かったら窓開け。はい、ジョーシーさんでお手洗いを借りてきました。はい、ということでね、庭神宮へ移動したいと思います。なんでこんな今日混んでんやろね。三輪神宮の参拝かな。よくわからんけどね。長身でうちも3台ぐらい並んでます。止めたな。右方向 500m 通に警察署。いいよ、うん、暑いな今日。あ、すごい今日うるさいよ、うるさいよ。今日にしたらビデオの音がここでザー言うから多分音開いへんと思うね。うん、だからこれ今日にちゃんでもいいよ。これぐらいでいい、ね、十分十分。十分じゃない。今日にしたからっていいもんちゃうの。一個だけあげたかな。それでいいの。浅いからラーメンでニンニクマシマシだからすごい口が臭い気がする。まだ、でも薄切り切れないよ。口の中まだすごい、なんかニンニクの味するもん。止めて。なんかコンビニで、なんかフリスクかなんか買おうかな。止めてん。わからへん。ニンニクは自分も食べとったら人の匂いわからへんねん。絶対これ明日この国になったら臭いわ。ね、うん。三輪神宮のね、裏から来て大鳥居の近くまで出る道まで来ました。うん、でそこの信号はね、そんな混んでないから三輪神宮は混んでないかもわからんね。はい、見たらしくれる人だよ。見たらしくれたよって言ってたよ。見たらし、うん、見たらし団子くれる人のお家。そう、うん、干してるそういうの。どれ、あれ干してる。お兄ちゃんなんか好きや。うまい。うまいよ。あんな欲しいの。いや買ったのか。なんか迷彩服にすごい食いついてる、ヒカルが。迷彩服買ったようか。なんでかっこいいやん。こんなとこやったら逆に目立つであった。何や中国？あ、中古やから、うん、壊れてんねん。なんで安かったんじゃない？そうじゃん。GPS を設定します。
ました。私ね、あっちゃんのばあちゃんが元気やった子は毎月の1日は三輪神宮行ってたね。で、で三輪神宮に行く時は、あっちゃん学校休みの時とか、で学校行くまでのちっちゃい時とかよう連れてきてもらった、ばあちゃん毎月1日には来るからね。いらんちゃうよ、三輪神宮参拝かな、お参りかな、いいことあるよ、神社にお参りするといいことあるかな。では三輪神宮に参拝行きたいと思います。ではまたね、バイバイ。